この病気の発病者は以前は多かったが現在は年間十数名。ここではみんな家族みたいなものなの。ごめんね吉岡さん、苦しめて。さよなら。恐ろしい伝染病、遺伝病と誤解されて忌み嫌われたわけよ。あの方80年もいてはるねんよ。大学病院が誤診をしたことは深くお詫びします。あげたいの、みっちゃんに。みんないい人なのになぜ苦しむの。悪いことなんか何一つしなかったんでしょう。みっちゃん